黒い画集断線、断線は、松本清張の小説。週刊文春1964年1月13日号から3月23日号まで、別冊黒い画集第6話として連載され、1964年9月に、短編集、立皇水行別冊黒い画集に収録の一作として、文芸春秋心者より刊行された。1983年にテレビドラマ化されている。 元銀行員の滝村栄子は、証券会社勤務の田島光雄と結婚した。光雄は滝村家の養子となり、滝村生となった。しかし結婚届を出して1ヶ月も経たぬうち、光雄は出張に行くと言って、家を出たまま、行方知れずとなった。栄子は会社に問い合わせたが、光雄はすでに1週間前に会社を辞めていた。ナイトクラブの売れっ子。 浜井のノリコのアパートに転がり込み、友永生でしばらく紐生活を送っていた三ツは、ノリコの勧めで、クラブのボーイとなる。しかし、貿易商の妻、倉垣左慶子が、クラブに現れ、欲求不満の溜まっていた彼女は三ツを誘った。ノリコにそろそろ飽きかけてきた三ツは、新天地を求めさ慶子に乗り換えようと考え始めたが、 その矢先、酒樹子の滞在するホテルから出たところを乗り子に、休問された三つおは、1983年12月3日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場枠にて、松本清張の男性のタイトルで放映。視聴率18.4%。主演は松田優作。三人の女性を愛した男の破滅を描く。田島三尾は、対抗証券の証券マン。 オープニングは、東西銀行。滝村栄子は、東西銀行の元銀行員で、三つおと結婚した新妻。そして、三つおは結婚と共に姓が滝村になる。三つおは自宅であるアパートから栄子に見送られて、いつも通り出社。しかし三つおは突然会社を辞め、自宅に帰らなくなる。そこで栄子は事情を聞くために、対抗証券を訪れるが、三つおの上司からは徹夜で一緒には、 マージャンはしておらず、愛人と会っているのではないかと言われる。上司の推理は正解で、三つは、英子と結婚したあたりからのり子と会い、山岡明子名義の通帳を解約し、のり子のアパートで同棲を始めクラブのボーイになっていた。しかし、稼ぎを1円も入れておらず、今度は、倉垣紗栄子に会い始め、口論からのり子を殺してしまう。それでもパッとしない三つ それを見て最古は二人で侵入しようと言い、三尾男と最古は薬物自殺を図るが、三尾男は生き残る。その後、三尾男と英子は再会、その間に三尾男の記事が新聞に載っていた。英子は初めて三尾男が二人の女性を殺していたことを知る。英子は三尾男の元に行き、三尾男と人よを共にし、三尾男はとある海岸で英子と侵入しようとナイフを手にし、英子を抱きしめる。 しかしナイフがその手から落ち、三つは逮捕され、留置所に入る。海岸に一人たたずむ栄子。そこで、三つの預金通帳の名義の山岡明子が、三つの幼少の頃、母親と共に受水自殺を遂げた妹の名だったことが、わかる。そして、三つと栄子が侵入しようとしたその場所こそが、母親と妹が自殺を遂げた場所だったのだ。主なキャストその他キャスト、ありがとうございます。